ザを落ちないようにね、見とってね。はい、じゃあ大丈夫だからください。さあ、調子はどうです、マンディちゃん。ないです。すごいですね。もう一回行くよ。変わったというと、ドグロドは食べなくなって。ドグロ食べない。あの野菜とか、そちらの方は喜んで食べます。作りフードですか。まあ、じゃあそこの割合を野菜どうなんだっけ。タンパク質、それからあの炭水化物、1対1対1になる感じでね。今はそちらが 25g で、ドッグフードが 10g、 それを3回やってます。手作りが 25g で、でもドッグフードも食べるわけ。 10g 一応混ぜてるわけ。混ぜてはいない。あ、別々で、別々で。それが3回。3回 で、手作りフードはそのお肉とかお米とか野菜が入ってるんですかね。そこをね、バランスよく一対一対一になる感じで、大体でいいですから。ドッグフードは、私が楽しくなるので、ドッグフードを入れて、食べさせてるんです。そうなの？なかなか食べれない。歩けてるじゃん。まあ、ちゃんとっていうのは、ね、おしっことがうんじゃちゃんと言ってます。それがいけるうちは素晴らしいよね。はい、蓋開けて、はい、目薬するよ。鼻下げて100の6分で。刺激で電気を刺激で出ちゃうということですね。はい、腰と口、はい、からあとここ、ここです。もうちょっと最後に。はい、分かりました。はい、これぐらいでいきましょう。はい、あとここ腰だね。それで口周り、あとここにしこりがあるから、ね。でも口の匂いもだいぶコントロールされてますね。次のこと、あの抜けてからなんか匂いが本当に減ったね。なんとか歯磨き。
何これ、中田さん、ちょっとさ、これの在庫見てきて、あと1個になっちゃったから、1箱あること確認して、またこちらで。注文かけていいよ、もう一箱だけ、一箱じゃないね、痛くない、痛い、ちょっと痛い、これがもう、ね、さっき言ったのは、総菜と痛くない、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 排泄物はちゃんと毎日出てます？はい、出てます。1日何回出ます？1回から2回、で形もまあまあの、はい、はい、でおしっこもじゃあと出てます？はい、出てます。お水はよく飲んでます？飲めます、はい、そう、よく飲むはずだから、普通の子よりは、はい、前倍近いかも。どうしてもね、ちょっと慢性腎臓病も入ってるんで喉乾きやすいんですよね、普通の子ですね。慢性腎臓病の予防は、まあ、食事療法もあるんだけど、一番大事なことはお水飲むこと。
おしっこ出るけどそれが一番大事でもあとお薬にちょっと進行性のお薬をね入れさせてもらってるんですけどね。で、あのくれぐれもあの肉やっていいけどさ、油の多いとこだけは避けといてくださいね。今ささみが一番いいですね、はい、なんか鶏肉でもさ皮のところは油が多いからさ、はい、皮は取ってやってもらうとかその方がいいですね。はい、じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあお薬ね、はい、はい、いいよ、じゃあリードつけてもらって耐えるんだけど はい、じゃあエアコン止めてください。